よう旦那、また商いが必要かね。じゃあな旦那。手に入れた。それが常桜の花。ああ、確かに間違いありません。うん、少し顔を見せてください。何かあったのですね。これで巫女様の人帰りが叶う。なすべきことをなすだけだ。わかりました。どうか武運を。ではまた。お前さん、どうやら古い記憶が目覚めたようじゃな。ああ、巫女様を見た。そうかい。司祭は聞かぬし、語りもするな。見えたものは、己の内に留めておくもんじゃ。武士殿は、そこの仏で何かが見えたのか。お前さん、人の話を聞いてたか。どうなのだ。炎じゃ。炎。何を備えようとも、それしか見え。一面の、足名を焼き尽くすような、炎。それは、この話はしまいじゃ。からくり筒が仕込まれていれば、筒薬と組み合わせ、お前さんの忍び義手の牙をさらに研ぎ澄ますことができる。使えそうな筒薬を見つけたら持ってくるといい。狼よ、戦況に向かい竜の涙を取ってきてくれ。はい。まずはそなたが香りの石を手にしたという岩戸の奥に行くのだ。そなたは源の光輝をまとっている。岩戸の奥の腰に入れば源の宮への道が開けるだろう。御意。